ああ、びっくりした。たんこぶできた。ちょっと食べ物もらってただけなのに。ああ、知ってる。チーム大鳥の人たち。そういうお前は確か。そういう僕は。そう、歌って踊る綾柳学園のニュースター、チームヒイラギ、犬峰誠志郎です。セハルティエル、アフィエル、そしてザラヒエルの諸々の神々の名によりて、オリフィエルの命令に服し、モレクよ、立ち去れ。僕は真面目な1年生ですよ。真面目に剣道がしたい、真面目で真面目な男です。だけど聞いてくださいよ、僕団体行動とか上下関係とか苦手でしてね。もう今日のお仕事は終わりですか？よかったらディナーを一緒にどうです？あら、それじゃあとはよろしく。口を閉じろクソ野郎。お前のような奴と喋ることなど何もない。一瞬でもお前を認めた俺がバカだった。だからそのつまり、お前などモナークに叩き潰されるがいい。カラーザファントムは不滅だ。次の標的は裏切り者の怪盗子爵ビスコンテ。その一番大切なお宝を頂戴する。頼りない長男かもしれないけど、君を支えられる男でいたい。会いたい時に会えるけど、お姉ちゃんのことが大好きだよ。彼と戦って勝つことが僕の夢だった。だから僕はこの合宿を受けた。日向君、僕と勝負してくれないか？彼らがここ俺と石板の前までたどり着く可能性はゼロではありません。しかし、ことの最中に喋るんやないで。やるときは集中せな。お楽しみが台無しや。実はこの度、山くんを我が冒険部にスカウトしようと思いまして、冒険部を創設した根性先輩をはじめ、この部屋の住人の方は冒険部にとってなくてはならない方ですから。はは、言ってくれるじゃねえの、この八竜のゴッドセレナを相手に。それに彼らは生きていた時と変わらなかったじゃないか。確かに起き上がりは人を襲う。でも、ああ、食欲不振に上の空、さらには突然の帰省などの不可解な行動、青少年におけるこれらの突発的症状といえばあれしかないだろう。では停滞した今を打破する力が欲しい。こんなところにいても安穏と無駄な時間が過ぎるばかりだ。俺はそんなことをするために生きてるんじゃない。ああ、ごめんごめん、騙すつもりはなかったんだけど、改めて自己紹介。俺はホワイトキャッツハウス2年、プリフェクト代表ゲット C。 そして、いかん、このままでは会長のペースだ。ならばいいですよ、返礼しましょう。ただし俺は直接会長の左胸にキスします。翔くん、早く見つけないと。絶対にプリズンへ戻してはいけない。今の彼なら何をしてかすかわからないぞ。落ち着けレイジ、考えるんだ。体を縛ったジョー君はそれを女子に見せた。人はその指示を出さず同居まで許した。君はしぐれの家の生活が楽しいか？はい、とても。俺は出ていくことを勧める。はい、人だ。ダンタリオン、ダンタリオンは寝てばかりだな。メルコは育つぞ。角親秋月大和って言って世界陸上の銀メダリストでな、ま、いわゆるサラブレッドってやつ。こいつ自身も才能あるのに毎日フラフラしてるから。私は陛下を恨んではいないよ。これも時代の流れだ。だがシエルにはこのことは黙っておいてほしい。全長535ミリ、重量2430グラムの軽量型に毎秒25発の超速連射、それはまさにレーザービーム並みのフルオート。どう、結構しっくりくるでしょ？土底辺のあなたがどこまで這い上がれるのか見ものですね。
とはいえ、私も教師の端くれ、救済方法を提案してあげてもいいですよ。に正体隠す必要ないだろう。あいついいやつだぞ。俺はお前に友達を作ってほしいんだよ。違う！信念さえあれば人間に不可能はない。人間は成長するのだ。してみせる。星谷なら朝まで一緒にいたよ。うん、だから今日は稽古休みなよって言ったらそうするって言ってた。誰に出会うだろう、心は飛び立つため。